どうも、桃源和彦です。今、即興でですね、歌詞が浮かびました。四季桃源までのライブという曲をね、聴いてもらいました。改めまして、今日はですね、加賀市山中温泉の方からと言いたいんですけど、ちょっとね、ライブも入ってまして、大阪とかいろんなところから今日は来てます。第1部もですね、春にちなんだ曲満載でお送りしましたけど、このね、やっぱり山の方に来ますと、まだ少しだけ雪がね、片隅に見えまして、もうこの歌を歌うのもですね、これがこの季節最後になると思います。皆さんこの歌をね、名残雪なのをね、歌ってるでしょう。
1曲目が、ドライブの四竹方言版ということで、オリジナルの曲でした。で今の歌のね、名残です。で次の歌はですね、皆さんこちらに置いてあります CD があるんですけども、読みの国というね、アルバムがありまして、その中でですね、僕の生き方そのものでありますけども、好きに生きようという曲がありますのでね、それをちょっと聴いてみて、もし気に入られましたらね、CD の方を手に取ってご覧になられたら嬉しいと思います。じゃあ、好きに生きようです。
はい、オリジナルのスキンに今日の次にね、The Beatles の Let It Be を、続けて歌いました。最初に歌ったその、スキンに生きよう、でその後の、偉大なビートルズのレトリートリーですけども、何か通ずる、内容でありましたのでね、続けて歌いました。せっかくですので、もしお客さんの中でですね、答えれたらですけど、リクエストなんかありましたら答えようかなと思います。何かございましたライブハウスとかで、そうですね、わーって感じなんですけど、ここだとちょっと雰囲気が違いますから、リクエストしづらいかなと思います。なんかわかりますか？勇気を振り絞って。ないようでした。雰囲気で歌ってます。じゃあですね、先ほども歌ったんですけども、先日のどのちょうど先週だったんですけども、能登の方に行きまして、能登の自然に触れまして、能登半島の、ね、曲を作ろうと思って、先週その池田聡さんとね、ジョイントコンサートだったんですけども、その時も歌ったんですけど、じゃあいつかまた能登半島という、まだねアルバムになってませんけども、新曲、いつの日かまた能登半島ちょっと聴いてみてください。あ、これが最後の曲になります。草原が出るでした。ぜひね、名前を覚えて書いてもらえたら嬉しいです。入り口に、ちっちゃなチラシあります。ぜひね、持ってって書いてもらえたら嬉しいです。ではまた、今度6月ぐらいのまた来ます。草原が出る、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。新しい
お酒の草原を思い出してしまうんですが、いろいろです本当にね、
ますますのねご活躍を祈っています。どうもありがとうございます。皆様大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は新曲たくさんお祝いでいただきまして本当にありがとうございました。あっという間に2回ステージまでしまいました。どうぞここにもしあの心残りの方はここでね買ってていただければ1500円と2000円になっています。さあ来週でございますが初めてのゲストでございます。声楽クラシックということでカンタビーレかすみさんをお迎えしております。これもグループでございまして、またねぜひお時間ある方はもちろんない方はですね時間を作ってきていただいて、毎週日曜日午後でライブやっております。